ということです。でそしてメンバーなんですが、140人を超える国会議員が参加、この中にはオザーチルドレンと呼ばれています。新人議員およそ80人が含まれています。で同行する支援者らを回せますと総勢ですね、およそ630人と大所帯。また北京大会は中国の国家指導者との記念撮影や会談のほか、バリの頂上の見学など観光